って高2高3で時間を取ってやる子供ではないと思いますよね。そうですね、正直、うん、どうも、スタディーコーチの翔太です。古橋です。今回は漢字の勉強方法について内部生の方からたくさん質問をいただいているので、それに一つずつ答えていこうと思います。これを見れば漢字の勉強について大体わかるようになってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは最後、漢字の勉強って結構、まあ、みんなちょっと油断してあんまりやらないがちとかだと思うんですけど、実際大学入試で漢字って出ます。共通テストでも漢字の問題が5題出ます。これ結構大きくって、みんな大体正解することが多いので、うん、ここで間違えると差がついてしまうっていうところで絶対正解したいっていうような難易度になってます。あと大学の二次試験でも結構出てて、例えば今年の東大の二次試験では滑稽っていう漢字を漢字の書き取り問題で出ました。こうやって二次試験では結構難しめの問題も出たりするので、まあ、結構幅広く漢字は対策しておきたいなというところがあります。はい、ということでここからは具体的な勉強の時間だったりとか方法についていろいろまた質問いただいているのに答えていく形で回答していこうかなと思います。それでは1つ目、いつ頃から漢字の暗記を始めていつ頃前に固めましたかっていう質問いただいてるんですけど、漢字って高2高3で時間を取ってやる子供ではないと思いますよね。そうですね、正直、高2高3、特に高3は文系だったら社会、理系だったら理科にすごく時間を取られるし、やっぱ英数とかがすごく大事になってくるので、うん、高1までにできればかなり固めておけると良いかなと思います。結構学校で小テストやってたりとかっていうのがあると思うので、うん、それで出てきたやつをしっかりとやって、高2高3はまあ出てきたやつで分かんないのがあったら覚えるぐらいなイメージになってるといいかなっていうふうに思います。自分で個別に参考書とかを選んで買うというよりは、まあ、どこの学校でも1冊ぐらい配られて、でそれをもとに小テストとか進められていくと思うので、それをどれだけちゃんと活用して 100% そこで覚えきれるかっていうところを重視するのが良いかなと思います。まあ、大体何千語とかあったとしても、まあ、全部わかんないわけじゃなくて、漢字なんて大体分かってその中に穴があると思うので、それを探していくようなイメージでやっていくのがいいかなっていうふうに思いますね。それに付随して漢検って活用しましたかっていう質問をいただいてるんですけど、これについては私は漢検は受けてないです。僕もやってないですね、うん、周りにそんなに受けてた人はいないかなっていう印象があります。まあ、漢検とかでやる専門的な漢字っていうような問題はそこまでは大学受験でなくて、まあ、ある程度市販である漢字の参考書に載ってるぐらいのレベルだと思うので、まあ、それをしっかり完璧にすれば別でなんか漢字の対策をする必要はないかなっていうふうに思います。とにかく学校の授業中にちゃんと覚えて小テストで確認するのが大事かなと思います。具体的な暗記方法についても質問いただいているんですけど、まあ、英単語とか結構見て覚える人多いかなと思うんですけど、漢字は絶対1回は書いて確認するっていうのをおすすめします。そうですね、例えばなんとなく新聞とかで見て知ってる漢字、形雰囲気知ってるけど実際書いてみると書けないことってあると思うんですよね。だから実際覚えるときはまず1回書いて確認する、その後見て何回も見て覚えて、テスト前にもう1回自分で書いてちゃんと確認するっていうのが結構おすすめかなと思います。かといって例えば10回書いて覚えるみたいなのはあんまり効果ないかなと思うので、うん、1回書いてみてそこからまあ見てこの形だなってしっかり覚えてもう1回書くぐらいな感じがいいかなっていうふうに思います。漢字やっぱり読みと書きで全然難易度が違うので、うん、ちゃんと書きの練習はした方がいいですね。そうですね、例えば問題集とか学校に配られたもので読みの問題と書きの問題があったりすると思うんですけど、読みの問題に偏ったら絶対せずに書きにとにかく重点を置いて勉強していくと良いかなと思います。僕は漢字があって読みが赤シートで隠れるみたいなやつも逆にして読みを見て書けるようにっていうところまでやってました。なので、まあ、基本的には読んで書くっていう方の練習の方に力を入れてくれれば、まあ、書ける漢字は読めると思うので、うん、そっちをやってもらったらいいかなというふうに思います。具体的に使った教材はという質問も来てるんですけど、僕は学校で配られてたやつではあるんですけど、生きる漢字語彙力っていう、まあ、水色の表紙のなんかちょっと可愛い感じの表紙のを使ってました。市販で売ってるやつである程度網羅されてそんなのどれでも大丈夫なので、そんなにこれじゃないといけないみたいなのはないかなっていうふうに思いますね。うん、とにかく範囲としてはその高校で必修となってる範囲、それができればもう十分大学受験には通用するので、あんまり難しいやつに手を出しすぎる必要はないかなという感じです。アプリとかももちろん活用してもいいと思うんですけど、やっぱり漢字って書かないことにはどうしようもなくって、その予測変換で普段生きてるじゃないですか、うん、私たちってそれだとやっぱ書けなくなっちゃうっていうのがあるので、一回はちゃんと書くっていうところを意識して勉強した方がいいかなと思います。はい、ということでここまで結構細かめに漢字の勉強法についてご紹介してきたんですけど、高2までかなに学校でやる範囲ができればそれで十分で、そんなに漢字で受験において心配する必要はないです。だから漢字を高2高3とかでやるっていうのはあんまりおすすめしなくって、それをやるなら数学英語に時間を割くべきだなと思います。はい、ということで今回は漢字の勉強法についてご紹介していきました。こんな感じでご質問にも答えていきますので、ぜひコメント欄で質問などありましたらお寄せください。この
この動画が良いと思ってくださった方はいいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。